時計は午後10時30分を回りました。小室由里の夜サプリ、今週も30分間お付き合いください。この番組は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション専門家小室由里がお届けいたします。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組です。この番組はあなたの強みを発見する AK インフィニティ、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本メーカーいきなり団子七尾庵、恋愛スキル協会リコモ、占い癒しところ薬務庵、琉球食系提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。車で聞いてくださっているそこのあなた、夜道の運転くれぐれも気をつけてくださいね。それでは今週もよろしくお願いいたします。あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室由里です。先週ね、 FM 宜野湾にて初めての生放送をチャレンジさせていただいて、たくさんの方にご視聴そしてコメントをいただきました。本当にね、ありがとうございました。私もね、初めてのチャレンジということで、どうなるかなと思いながらお話をさせていただいてたんですけれども、オンエアしてる時ってね、自分の音聞こえないんですよ。皆さんはね、 BGM とか CM とか入った音声を聞かれていたと思うんですけれども、私は自分の声しか聞こえない状態で、まあ、お話をしてて、はたと気づいたことがありましてコーナータイトルとかって普段エフェクトかかってるじゃないですか。で、今回そのエフェクトがない状態で、この素の状態で話してたので、私から宜野湾さんの PA さんに音をインターネットを介して渡すときに、エフェクトをかけて私の方はお話をしてたつもりだったんです。簡易的なミキサーがあるので、そのミキサーの中にもともと乗っているエフェクトをかけたんですけれども、どうやらその音がですね、 PA やってくださっているキャンさんのシステムまで届いてなかったみたいで、特に占いコーナー、あれがね、素の状態で生声で私一人セクシーに読んでるっていう非常に恥ずかしい状態になっててですね、あれエフェクトがかかるから若干恥ずかしさも薄れるようなところも正直あるのよ。なんだけど FM 大和さんのオンエアを聞いた時に、あれエフェクトかかってないっていうことに気がつきまして、一人聞きながら赤面をしていた先週でございましたよ。はい、次回ね、またこう生放送リモートでやらせていただける機会があったら、なぜエフェクトがかからなかったのかというのを検証してから、修正してから臨みたいなと思います。またはキャンさんにここエフェクトかけてっていう指示を出してから生放送臨みたいなと思いますので、今回聞けなかった方はぜひ次回の生放送参加してください。実際にチャットとかでもね、お話できるんで、小室由里はあなたの参加を待ってますよ。ということで、今週のコーナー紹介いきたいと思います。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは気になるサプリ。このコーナーは私小室由里が気になったニュースや情報をピックアップしてお届けします。第1週目は表サプリ、あれ裏はどこにあるの、 FM 大和さんでオンエアされていた、ちがっとルート467の方でトークのテーマになっておりましたのを裏サプリと称しておりまして、こちらは堂々と正々堂々正統派な表サプリとしてお届けしたいなと思っております。今週のトークテーマ、ボディタッチは最強の恋愛戦術、これは脈ありなし、徹底検証、ボディタッチについてお話ししていきたいと思います。楽しみにしていてください。そして毎月1週目はあなたの強み発見サプリ、あなたの隠された強みを USP プロファイラーでいらっしゃいます押谷幸三先生にお教えいただきます。なんとですね、なんとよ、今週はかなり突っ込んだズバリ快楽についてお話しいただけるということで、私も期待をしております。
さらに DMM オンラインサロンが大人気です。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリをお届けします。4月になりましたよね。ドキドキ新年度編お届けしてまいりますよ。番組では皆さんからのメールメッセージ募集しております。番組への感想リクエスト教えてゆり先生のお悩み投稿お待ちしております。メールアドレスは info@friendvillage-c.com インフォメーションのインフォ友達のフレンド里のビレッジ -c.com です。たくさんの応援メッセージお待ちしております。私小室由里が気になったニュースや情報をピックアップしてお届けしております。気になるサプリ、毎月1週目は表サプリと称しまして、毎週水曜日22時がとルート467の1週目、ここ私がメインパーソナリティ担当しておる中で、ここのテーマが裏サプリとなっておりまして、その表版を正統派としてお届けするというそんなコーナーになっております。今日はですね、ユーモアは紳士のたしなみ、ポルサスタイルさんから記事をお借りしております。ボディタッチは最強の恋愛戦術、これは脈ありなし徹底検証ということで、ズバリズバリボディタッチどうなのよ、どうなんです、これ恋愛においては非常に有効なタッチングと呼ばれる、心理学的にも効果が上がるよというのはね、もう実証されてるんです。例えば飲み会でちょっとお手洗いに立つ時とか、肩触れるといいよとか言うじゃないですか。男性だったらなんだろうな、間接的ボディタッチになるんでしょうけど、壁ドン、あれもね、そう思わない？間接的だけれどもボディタッチだと思いません？この距離感とか、あ、今日距離感の話もしていきますということで、裏の方で、昨日または今日のさっきね話題になってたのが、頭ポンポン議論はすごかったんですよ。男性が女性に頭ポンポンするのは、あれは男の人としてはすごくこうやりやすい親愛の印なんですけど、女の子女性からすると、相手選ぶよ、頭ポンポンされるっていうことはすでに下に見られてるっていうことでもあると。だから男性が頭ポンポンするときは、自分が上位に立っていると思われるかもしれない、誤解を生むかもしれない、感じさせてしまうかもしれないと思って、それが OK な相手かどうかっていうのを一旦立ち止まって確認する必要があるよね、なんていうのを話をしてたら30分で終わらなくなりまして、5月もう一回このネタやることになりました。なので5月の1週目の気になるサプリもこのネタやります。楽しみにしててね、うん、でね、これいろいろこの記事を調べてったら、このボディタッチに関するニュースで、パーソナルスペースって聞いたことないです？パーソナルスペース、これ誰にでもあるんです。これ以上この距離感に入ってこられたら不快に思う、この自分のパーソナルスペースに入ってこれる人は家族、恋人、信頼がおける絶対的安心領域にいる人たちじゃないとすごく不快に思うんですっていう領域があって、これがね、男性と女性とではこのパーソナルスペース範疇が違うんだそうですよ。よくよくパーソナルスペースっていうと45センチ半径か、半径45センチ。だから直径にするとだいたい1メートルぐらいね。ここがパーソナルスペースだと言われてるんですけども、これって女性のパーソナルスペースなんだって。知ってた？私も実はお恥ずかしながら知らなくて勉強になりました。円形のパーソナルスペースは女性に多いパーソナルスペース。え、じゃあ男性はどうなのって思うでしょ？男性は楕円形なんだって。
楕円形で、前が自分より前が長い楕円形。横はね、パーソナルスペースは男性狭いんですって。横から近づいて来られてもそんなに不快感はないんだけれども、前から近づいて来られる人に対しては信頼関係ができてないうちはものすごく圧迫感とか不快感を覚えるのが男性の傾向としてあるんですよ、なんて。へーへーって思わない？へー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 、古いわ、いつの話よ。でここで勘違いをさせちゃうのが、女性が自分のパーソナルスペースと同じ感覚で男性に前から近づいていった時、自分のパーソナルスペースには入ってないけど男性側のパーソナルスペースには入ってるわけじゃない。楕円形で前に長いパーソナルスペースだから、そうするとここで勘違いが起こるわけよね。自分のパーソナルスペースには入ってないけども男性のパーソナルスペース、言ってみたらハンティングスペースハンティングスペースに入っているので、あ、こいつ俺の距離感に入ってきた、射程距離に入ってきたって思ってしまうと、こう男性と女性の勘違い、ボタンの掛け違いが起こりやすい。もしかしたら今こう自分で喋ってて思ったんですけど、これってセクシュアルハラスメントのきっかけにもなり得るかななんてふと思ってしまいました。あ、自分で話してて自分で勉強になりました。ありがとうございます。そんなのがあるそうなんですよ。で、裏サプリの方で話をしてた時にですね、この女性の警戒心っていうのはやっぱり男性よりも高い。男性がこうボディタッチ、タッチング、これをスキルとして使うときにはやっぱり深く深く注意が必要だよね、なんていうことをお話ししてたんです。あとは下心と思われないようにっていうところで、沢さんと海の男が燃え上がりまして男にはそもそも下心があるもんだとそうかと思ってそうだよね、まあ、記事には下心とわからないように、そう感じられないようにってあるけれども、下心が感じないようにするのって男性からするとさ難しいわねって思ったわけですよそりゃそうだよね。相手に触りたいというか、その親愛の印としてボディタッチ、タッチングをするときに、じゃあ下心がゼロかって言ったらなことはないわけじゃん。男性だって女性だって自分が嫌いな人、好きではない人に体触ろうって思わないよね。アクションを起こそう、私も思わないからこの話が止まらなくて、男の下心っていうところでまた来月もね話をしようということになったんですけれども、ただ表サプリとしては正統派で行くべきなので、男性はその下心と捉えられない。例えば手を肩に回さないとか腰に回さないとか、ここで記事の方で書いてあるのがハイタッチなんていうのはいいですよね。こう盛り上がってわーってなった時にハイタッチとか、今はねちょっと難しいけど、サッカー私見に行った時に国立競技場とかで点入れるじゃないですか、ゴールするでしょ、そしたら横の人とハイタッチとか横の人とハグするっていう光景ってよくよく見られませんでした。あとはそうだな、背中へのタッチとか、こう感情が高ぶった時に一瞬現れる行動としてのタッチングっていうのだったら、まあまあ下心とは捉えられないのではないかというようなことも書いてありましたね。ああなるほどねと。あとね、手相を見るっていうのもこう会話の流れの中でできると思うんですけど、もうこれはちょっと古くねって見たら、2018年の記事でしたので、もしかしたらちょっとねこの4年間の間でもうそれはなしでしょうっていう認識に私も変わっていったのかもしれない、
私がボディタッチされて、あ、この方スムーズだなって思ったのは、やっぱりエスコートしてくださる時にスッと手を出してくださる方っていうのは、あ、いいなと思いました。自分が狙ってるとかじゃなくて、パートナー感だからこそ必要なボディタッチだなって思います。こういうことを常日頃からやっていられるかどうかっていうのが、おそらくその先にある、この後ね、押谷先生も話してくださると思うんですけど、セックスコミュニケーションの継続性、そして深さにも関わっていくのかなと思いましたね。ということで、5月1週目のジガットルート467、そして小室由里の夜サプリ、まだまだこのお話続いてまいります。恋人の気持ちがわからない、そんなあなたへ、恋愛スキルアカデミーは、恋愛から婚活、夫婦円満まで、あなたの恋と愛に役立つスキルを学べる講座です。性格診断や話し方、夜の生活まで、経験豊富な専門家があなたをお待ちしています。もう一人で悩まないで。お問い合わせはインターネット検索、恋愛スキル協会へ。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラー押したりがあなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は、恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。毎月1週目はあなたの強み発見サプリ。ご担当いただくのは USP プロファイラー押したり構造先生です。なんと今月はですね、突っ込んだお話をしてくださるそうで、快楽には2種類あるということだそうですよ。耳をダンボにして聞いていきましょう。それでは押したり先生、よろしくお願いします。あなたの強み発見サプリ、 USP プロファイラーの押したりです。行動心理と四柱推命を組み合わせた統計と分析で、あなたの運命と運勢と強みを鑑定しています。 USP とはユニークセリングプロポジションの略で、他のものにはない強みを言います。本日はこの時間帯ならではの突っ込んだパートナーシップのお話させていただきます。性欲と性癖に及ぼす特性のお話です。あくまでプロファイリング的にはという点でお話しします。性欲は大きく分けると2つに大別されます。肉体的快楽と精神的快楽の2つです。ここにどの特性の星が絡むかで、さらにタイプが分かれていきます。まず肉体的快楽派の方は、さらに知的欲求型と快楽優先型に分かれます。知的欲求型の方は、ありとあらゆるスタイルの成功が可能なので、快楽を追求するための研究者といった感じで、それを理解できるパートナーと相性がいいです。快楽優先型は、自分だけ気持ちよくなればそれでいいので、賢者タイムで速攻寝るか、終わったらさっさとシャワー浴びるか、タバコを吸い出すか、どっちかですね。どちらにしても浮気する人に多い特性ですね。
この領域の方は自己中心的に快楽を求める傾向が強くなるので、同タイプの方と相性がいいです。逆に精神的快楽派の方はパートナーとの信頼関係の深さで感度が変わります。それこそ信頼できる人とは何をやっても気持ちいい状態になります。究極的には直接的行為なしでも満足できます。やることが全てではなく、理解し合えていることが最高の快楽になるからですね。一般的にプラトニックラブと言われる領域です。当然肉体派と精神派の相性は最悪です。肉体的快楽派のある学者さんはプラトニックラブのことを不能と不干渉の間の愛情を指すバカがつけた名前というふうに揶揄しています。これくらい相性悪いです。パートナーが肉体派なのか精神派なのか、これをお互いに知っていれば肉体関係におけるパートナーシップも円滑になると思いますよ。少しセンシティブな領域ですが、お互いにカミングアウトするとより理解が深まるかもしれません。実際にはもっと細かく分類できますし、特殊な特性の星も存在しますが、それはまた別の機会に。本日はここまで。あなたの強み発見サプリ、提供は USP プロファイラーのおしたりがお送りいたしました。それではまた。肉体的快楽と精神的快楽、さああなたはどっちが強い？これね、男性と女性とどちらっていうふうには言い切れないと思いますよね。ただ途中で先生がおっしゃってた、あの賢者タイムが来てさっさと寝ちゃうっていうのは、これはまあ男性のね、体の特徴として起こりやすいけれども、女性にもね、実は賢者タイムというのはあると言われているんですよ。あれ？俺の彼女、俺のパートナー寝ないなと思われた方は、もしかしたら何かが足りないのかもしれないですね。おしたり先生、ありがとうございました。あなたの強みを引き出す USP コンサルト、四柱推命行動心理学を用いたプロファイリングで生きるのが今よりももっと楽になります。お問い合わせはインターネット検索 USP プロファイリングでお願いいたします。踊れ踊れ私の占いサプリ。 DMM オンラインサロンが大人気です。占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリです。今週はドキドキ新年度編。ドキドキしますよね。どんな出会いがあるのかしら。それではセクシーに参ります。おひつじ座。他の子のことを気にしすぎてない？よそ見ばっかりしていたらダメなんだからね。おうし座。勉強がはかどる頃ね。私の敏感なところもお勉強してみたい。双子座。あなたらしさを発揮できる時よ。ねえ、好きなら好きって言ってみてよ。ガニ座。新年度の疲れがもう出てきてそうね。ねえ、こっちに来て。膝枕で耳かきしてあげる。獅子座。さっきから自分の話ばっかりして、たまには私のお話も聞いてほしいな。乙女座。春はなかなかお布団から出られないわね。せっかくだから面白いピロートークしてほしいな。天秤座。タケノコを買って炊き込みご飯にしましょう。布団硬い方がお買い得よ。いて座。出会いがたくさんありそうね。でも早く決めないと逃しちゃうよ。ヤギ座。ペアヨガ始めてみない？体が当たるたびにドキドキ楽
楽しいわよ。いて座、一緒にお昼寝をしましょう。イチャイチャしてたらそのままなんてのもいいわね。水亀座、疲れが出てついついマイナス気分かも。こんな時はビールでも飲んで気分転換ね。魚座、優しく接することができそうよ。ソフトタッチのマッサージでいいことしてくれない？占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生のオンライン鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてくださいね。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングの時間となりました。今週は表サプリとしてお届けいたしましたけれども、この裏どこでやってんのということで、5月ですね、5月の1週目、ここ聞いてください。 FM 大和毎週水曜日22時から裏サプリやっております。チガットルート467、週替わりでパーソナリティが変わっていくバラエティラジオ番組です。小室よりは第1週目のメインパーソナリティ担当しております。そして YouTube チャンネル友達 TV ウィークエンダー内、小室ゆりのネットでウィークエンダー、ちょっとずつちょっとずつ、もうすぐ300人、やっと300人、皆さんチャンネル登録お願いします。 YouTube チャンネル友達 TV 小室ゆりのネットでウィークエンダー、インターネット検索は YouTube にアクセスしていただいて、小室ゆりネットでウィークエンダー、小室ゆりネットでウィークエンダーと検索をお願いいたします。ここまでのお時間は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室ゆりと、あなたの強みを発見する AK インフィニティ、縁結び恋愛成就のパワースポット西高寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、占い癒しところ薬務庵、恋愛スキル協会リコモ、琉球食系の提供でお届けいたしました。この後はうーまくーでやなばらばーな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが、笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着海里さんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。お二人さん、先週は突然の参加させていただきましてありがとうございました。誕生日は楽しみにしていてくださいね。はい。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。自分を心から愛して、自分を尊重して大切にする時間は重要よ。アメリカの女優ウーピー・ゴールドバーグの名言です。自分を愛せない人は他人も愛せないし、自分を大切にできない人は他人も大切にできないですよね。私もその通りだと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。